佐々学は日本の寄生虫学者、衛生動物学者。戦後日本の復興期に、八条、小島のマレー市場中小の研究など、公衆衛生の面で多くの業績を挙げた。東京、神田に生まれる。第一高等学校、東京帝国大学医学部卒業、東京帝大伝染病研究所に入る。戦時中は海軍の軍医として、 東南アジアの国々を回る。その間、ペナンや海軍軍医学校で蚊の研究を行う。戦後、東大伝染病研究所に復帰、蚊や谷の研究に従事。その後、家の中の谷や野外の筒が虫などに関心を広げる。1948年に第1回、ロックフェラー財団留学生として、ジョンズ・ホプキンズ大学に留学。当時の日本は占領下で、 外交権を失っており、アメリカに駐在する日本の外交官も存在せず、旅券法も交付されていなかった。戦後から発行されるようになった、日本国旅券の番号は80番であった。1958年東京大学教授となり、1968年東京大学医科学研究所長。1976年に東大を退官。1977年10月、 国立郊外研究所長。1979年、野口秀夫記念医学賞受賞。1982年には、富山医科薬科大学。1990年には、新設の富山国際大学の学長に就任。平成7年に職を辞し、黒部下藩に環境福祉研究所を創設した。フィラリア症とか、筒が虫病とダニなど、衛生上有害な動物。 ユスリカなど環境生物を幅広く研究。つツツガが虫病である土サのホッパンの病態を解明した。1990年、日本衛生動物学会が若手研究者の奨励のために学会賞としてサザ賞を設けた。ササはこの時、富山医薬大学を退官し、富山国際大学に新しい学長として赴任するところで、自らの研究歴を振り返って、 一文を寄稿している。2016年には彼の生誕100年にあたるということで、日本衛生動物学会がサザの功績を改めて検証し、病気を媒介する虫のコントロールと生物を利用した環境改善を訴えた彼の功績を改めて再認する記念事業を展開した。ありがとうございます。